ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、狼よさらば。監督は、マイケル・ウィナー。1974年の作品です。ニューヨークで設計士をしているポール・カージーは、強盗に妻を殺され、娘はその際に受けた暴行により、精神に異常をきたしてしまいます。警察が当てにならず、都市部の無法地帯っぷりに苛立つ、カージーは、自ら拳銃を手に取り、やがて、というお話です。出演は、チャールズ・ブロンソン、ホープ・ラング、ヴィンセント・ガーディニア、キャスリーン・トーラン、ウィリアム・レッドフィールドほか、今なお衝撃の暴行シーン。公開当時、自警主義を助長させると非難されましたが、その大ヒットを受けてシリーズ化し、後の作品に大きな影響を与えました。無名時代のジェフ・ゴールドグラムが、強盗役で出演しています。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。